こちら、戦争の日本古代史、白月の絵史上最大の敗戦と、この5本、そしてですね、さらに、新刊が出まして、こちら藤原氏権力中枢の一族、お書きになりました、国際日本文化研究センター教授倉本和弘先生を三度お招きしまして、お話を伺ってまいります。倉本先生、よろしくお願いします。もうすいません、ね、何度も足を運んでいただきまして百済からの要請に応じて倭国が朝鮮半島に出兵、だから朝鮮半島との関わりも、うん、もう愛憎がなんか仲間をするっていうかところがあって、 その愛憎の仲間の片っぽには百済、うん、というどこあの未満な百済に対してものすごい肩入れをしている、うん、そして百済の人々もたくさん日本にやってきて、はい、で日本で、という国を形成するときにものすごく大きな影響を与えるわけでしょ、はい、これが一方でその一種のなんていうか執着とか愛着として、あり、なんかこう日本の国内の中にどこかあって、他方でそれを押し出していった白木とか唐とか、あるいは国理とかその他に対する怒りとか敵対心につながっているという、かなり後の時代までね、倭国というのは外交の専門家がいなかった、外交文書を読み書きできる人がいなかったわけです、うんうん、でおそらくね、その那国とか伊都国の段階から、うん、渡来人が担ってたはずなんです、うん、あの漢書とか五漢書を見ると日本からの使節はかなり高級なこと言ってるんですよ、うんまあ、もちろん邪馬台国もそうなんですけど、うん、で日本人が独自にそういうことができると思えないので、多分渡来系の人が日本の外交ブレーンになってて、うん、それが多分作ってる、うん、で聖徳太子もそうなんですけど、うん、となるとね、まあ多分百済100歳だと思うんですけど、そこから来た人が日本の外交をかなり動かしていて、うん、その影響でこれほど100歳と関係が深い。もともとあのもちろんあの100歳の領地になってるところから米が伝来してますから、うん、あの中国の江南地方から半島の南西部、そして北部九州に、うん、まあ多分稲作が伝わったなと思うんで、うんまあ、大量に人が来てあるはずなんですけど、そういう弥生時代ですよね、うん、そういうルーツを、うん、さておいても多分外交ブレーンがある時は100歳、うん、ある時は高句麗の人がやってきた、うん、とそれが担っていたという影響はかなり強いんじゃないかと思いますね、うん、今の先生の説明だとですね、うん、主体はやはりでも和人というのがあって、そこに外交ブレーンという渡来人がいるというふうにおっしゃってるんですけど、でもその和人というものも、うん、これがこの稲作というものを非常に、このなんていうんですかね、重要な民族的なアイデンティティとして、で実際の食料として、うん、文化として、持っている民だと考えると、うん、これも渡来人じゃないですか。渡来人です。あ、まあ、それ言っちゃうとね、オールドカマーとニューカマーの関係で、でまあ縄文人もその前の縄文人も渡来人ですから、だから日本人で全て渡来人なんですよ。そうです。だから渡来の時期がいつでだったかで、何千年前か、千何百年前か、千年前か、50年前か、50年とかないか、まあ、100年前とか、うん、いろんな時期に来てるんで。ですよね。僕はだからあの朝鮮半島の南西部と、うん、中国の江南地方と、うん、あとベトナムの北部見るとほとんど顔一緒なんですよ。あんまり北京とか行くとね同じって感じしないんですけど、うん、南の方行くとかなり似てますし、うん、ベトナム行ってもハノイの人はかなり似てます、うん、あのホーチミンはだいぶ違うんですけど、やっぱりね稲を作ってるところって一つの多分もともと同じところだったんじゃないか、うん、で多分江南地方から北に半島に行って日本に来た人と、うん、南に行ってベトナム行って米作ってる人と、そういうのはなんていうかそれこそ東アジア人として同一の存在なんじゃないかと思うんですが、うん、まあ、それはさておきましてね、うん、外交かなりになってる、これ大きいんじゃないですかね。そうですよね。白村江なんかも多分ね影響大きいと思います。だからこれはあの
オールドカマーの和人の、これが主体と考えると、自分たちの、この盟友関係にある、クダラの、なんとか助けてやろうという話になるんですけど、クダラから来た渡来人というのが、大変大きな影響力を持ってて、むしろこっちが主体性を持ってたとしたら、彼らにとっては、この、新しいですね土地に行って、そこの土着民と、付き合いながら、そこを根拠地として、レコンキスタ、古地復活といいますかね、奪還ということをやろうとしたのが、この朝鮮半島の出兵だったんじゃないかっていうことになるんですよ、半島における対立がね、多分日本列島に来ても続いてるはずなんです、巻き込んだということですよね。で、和国の対朝鮮関係をそこに投影させてる可能性がある、で特に党、党じゃない、百歳にとってね、親羅ってのはもう完璧な敵国なんですよ、もう敵なんです、でなんとかその敵を取ってくれっていうのが白村江への出兵だと思うんで、そういうことも考えて、まあ、アジア的なこう舞台で考えないと、日本列島だけ で、発想があったんじゃダメだと思いますね。やっぱりこの引きずり込まれていくのはなぜなんだろうと、なんでそんな亡国の戦いに引きずり込まれていくんだろうというふうに考えていくと、やはりそれは濃厚に血縁関係も含め、あります、自分たちの故地だと思っている人たちがたくさんいて、その人たちが影響を与えていた、むしろそれが和国の、言ってみれば今で言えば日韓連合みたいな主体になってたんじゃないかな。もう一つはね、緩衝地帯とか、古い言葉で言うと反米って言いますよね、どこまで敵国がいれば日本列島は安全かっていう発想、僕らだったら今独立国同士だから相手に攻め込むとか、あそこを領地にするって発想は全くありませんけど、ところが大国が、超大国があっていつでも他の国に侵略しようとしている、中国の帝国が、そうした時に例えばですけど、中国の影響力が朝鮮半島南端まで及んだらものすごく困るわけですよ。あそこに干渉国があって、しかも日本と和国と仲良くしてくれてれば、中国が世界征覇を目指した時もまずそこと戦ってくれる、その間に和国は何か考えればいいという発想がある、そのためにどういう国が半島にあれば有利かというのをいつも考えてたと思うんですよ、本当にね、賢い外交戦略があったはずなんですよ、時々間違ってはいたけども。もう一つ、このとりわけ朝鮮半島南部に、こだわったのは、そこは鉄の産地であった、で日本はどうやら古代を見ると、その後々、その鉄をですね産して、自分たちで製鉄することができるようになるんだけれども、6世紀ね、6世紀ですか、6世紀になってやっとできるようになるんですよね、ところがそれ以前だとやはり向こうのくず鉄をもらってきて、くず鉄じゃなくてね、鉄底ってこのぐらいのインゴットです、インゴット、でこれをまたいつぶして作るわけです、これは茅から取れます、茅なんですよね、だからこの茅へのこだわり、すごく執着しますよね、それやっぱり鉄が必要だった、で鉄をもっと稲を持ってやってきたのがやっぱり弥生人じゃないですか、だから鉄へのこだわりは非常にありますよね。稲は栽培すればそれはどんどん繁殖してきますけど、鉄は栽培できませんから、ないとあるではえらい違いですから、えらい違いですか、軍事的にも、農業生産の上でも、で日本はね、青銅器が実用品として来てないですから、青銅器自体ってはないわけです。そうなんですか、鉄と青銅器が一緒に来たわけです、辺境ですから。なるほど、普通の発展をしてないわけなんですよ。ということは銅鐸の時代と鉄器の時代とか分かれてるみたいに言うけど、銅鐸違うんだ。違うんですよ、銅鐸ってのは単に飾り物ですから、祭器ですから、あんなもんでこう武器にしたりとかね、中国とか朝鮮はそうなんですけど、日本でやってないんですよ、となると鉄か石器なんですよ、石器なんですね、いきなりね、と戦った場合ね、どちらが強いかとか、新石器時代の人間と鉄器を持つ鉄の勝負になんない、鉄の矢尻と石の矢尻で戦う、あとは鉄の刀と石の刀で戦う、あるいは鉄の斧と石の斧で木を切り開く、大体7倍って言われてるんですけどね、戦争やったらもっと差がつくでしょう、多分射程距離が長いし殺傷能力が高いですから、となると、ね、持ってるか持ってないかでえらい違いになってしまう。そうですよね。
ども和の五王と中国への剣士って話になるんですが、うん、これ僕ずっと前から気になってるんですよ、うん、和の五王とは5世紀の和国の王、三、陳、聖、聖でいいんですか、蔡ですかね、聖、はい、聖、公、武っていう5つ の、はい、王の名前が、これがなもう明らかにこの中国風じゃないですか、はい、でこれは草書、草書っていうんですかね、草書、草書に書かれていて、うん、だからまあ非常に確かなんだろうけれども、草書に書かれているから中国読みされちゃったのか、うん、それとも、この5世紀の時代は自分たちでそういう中国名を的な名前を名乗っていたのか、これはどっちなんですか。多分これ名乗ったと思いますよ。この時代はね、なんだ、もう面白いね。彼らはね、姓を称していて、姓ってファミリーネーム。ファミリーネームで姓は和なんですよ。あ、和、和、和。その国の名前が取ってるんですよね。中国はご存知と思いますけど、姓、うん、のないのは奴隷だけですから、皇帝も姓がありますよね。李とか。そうですね。高句麗は高、百歳は陽かな。秦羅は金ですよね。とそれと付き合ってる時に自分たちは姓がないというと、うん、お前たちは奴隷なのかと思われるという誰か入れ知恵したんです、うん、で姓を作る時に、まあ、高句麗へ高って言ってんだから自分たちは和でいいだろうって、これが姓になったんですよ。なるほど。でこれもね、多分この人だけは本名分かってるんで、幽略、幽略っていうのは奈良時代の終わりにできた名前ですから、送りになるから、大発生若竹なんです。大発生、大発生若竹、若竹で大発生っていうのは地名で、うん、今の長谷寺などの発生ですね、はあ、大発生にいた若竹なんですよ。で若竹の竹が多分これになってる、ブ若竹だから、うん、竹をこの字にして、うん、多分中国だに行くときは和武と名乗った。あだ多分この人たちも本名があって、うん、そのうちのどこかを一字にしたのがこれだと思います。だから和光とか和清とか和珍とか名乗ったと思うんですよね。あ、なるほど。だから奈良時代になってもね、日本人がそのまま日本の姓名を中国で名乗ると恥ずかしいって思いがどうもあったらしくて、うん、みんな遣唐使たちは中国風の名前に変えていくんですよ。おのの妹子が祖院子、妹子が院子とか、大友の小丸が宝小丸とか、だから多分ね、中国風にやった感じで表せるように、だからこれが多分若竹がこれになってるんで、これもなんか本名こうだと思うんですよ。ただね、これを例えば日本書紀に出てくる何天皇だっていうのはかなり意味がないことで、昔はこれ三は笹木だから大笹木だから仁徳天皇だとかよく教科書に書いてあるんですけど、うんうんうん、それは全く意味がない、まあ、せいぜい分かってるのはこの人だけ、最後の全く意味がないっていうのは根拠がないってことですね。そうです。仁徳も王仁も多分実在している天皇ではないので、なるほど、僕らこの人からっていうのは多分この人だけなんですよね、うん、まあ、もう確実なのは日本書紀に幽略と言ってる人は、うん、日本国内で若竹大王で、これ鉄拳が出てきてますから、うん、確実にで、これが武なんだというのはほぼ確実、うんうん、ただこの後になるとまた4代本当にいたかどうかわからない天皇が、ケシ四代というやつや、いやいや、ケシはもっと神武から、うん、この後はこれの子供あるいでその子供がいなくなった後は、播磨の山の中で拾ってきた2人、拾ってきたってあれですね、発見された2人、発見された2人で、その後はその暴虐なブレツってやつ でそれがいなくなって、ね、北陸から携帯が来た、携帯で携帯の後にその尾張の娘との間に作った安官戦火がいて、で蘇我氏との間にできた金名ができると。で金名からあとは多分本当に日本書紀に書いてある通りだと思うんですけど、うん、だから携帯あたりからちゃんとした王朝が始まったんじゃないかっていう人もいるんですけど、うん、携帯と金名の間がちょっとわからないので、安官戦火って本当に即位したかどうかわからないですから、携帯はあっただろうという、携帯はいました多分、でその後でもちゃんと血縁があったかどうか怪しい、ね、携帯と金名は多分あるんです、うん、あるんですが、その間に安官戦火が本当に即位したかどうかがわからない、まあ、僕は戦火はしたかもしれませんが、うん、安官はちょっと怪しいですよ、うん、で金名は確実にしてて、それは蘇我氏から、蘇我氏とまあ関係が深いと、うん、蘇我氏から生まれたんじゃなくて蘇我氏と関係が深い、でそこからあとは多分美達とか陽明とか、それはもうずっと日本書紀通りだと思うんです、うん、でその前になるとこれは確実にいて、日本書紀でいう
多分有略なんです、うんうん、でもこれと携帯の間はちょっと怪しい、怪しい、うん、で携帯と金明の間がちょっと2人怪しい、うん、金明からあとは大丈夫と思ってるんですが、これから前をこれが誰だとかこれが誰だったかのはあんまり意味がないと思います、うん、でというのはなぜかというと